バレたか。 YSA さんありがとうございます。パジャマ。今日はお友達がいます寝起き、まあ寝起きでね。さっき起きたよね、うん、と、え、何時に起きた今日？7時学校早っ。友達は7時に起きたみたいですけど、私も9時ぐらいに起きてお風呂入って朝風呂をしまして、こんな感じです。はやと、あとチャマーズさんありがとうございます。今日はなんかお洋服がオレンジっぽいので、オレンジメイクをいたしていこうと思います。ちょっと待ってて。え、や、いいの、うん、やった。ここに書いてないね。見てるね、なんか。うん、やっぱ朝だからね、急に朝っつってごめんなさい、ね、友達はどこそこ何人見てるの今？462人。いやでもね、これね、多くなるよ。ヤーミさんありがとうございます。眉毛が可愛いですね。友達は眉毛ないですけどじゃあもともとうちら薄くて、薄くてこれ剃ったりしてない。でもメイクさんに勝手に剃られたりはしちゃうけど、勝手にっていうか剃っていいって言われて剃ることとかあるけど、誰と、友達です友達、お友達、学校の友達っていうか中学校が一緒で、でも中学校の時は仲良くなかったよね、うん、たまにその三つ子ちゃんで言っていいの、うん、三つ子ちゃんで、あ、ありがとうございます。三つ子ちゃんでその三つ子全員と関わってるんですよ私は。何言ってんだこいつってなってると思うんですけど、なんか三つ子ちゃんでもともと最初の中学校の時にその三つ子ちゃんのうちの一人と同じ学校で、もう二人はその二人が一緒の中学校で、次の私が行った中学校、次のね、転校した先の、そこの転校した先の中学校で三つ子ちゃんの残りの二人と、そう、三つ子ってすごいよね、私もびっくりしたの。またぼうさんありがとうございます。カークタイスさんありがとうございます。友達絶対かわいいよ、かわいいね、だってかわいい、かわいい、かわいい、だから似てるってでも言われるね最近、うんうん、似てるって。今日はん痩せるわ。いやなんでよ、私も太ってるわこの間メイク配信した時と一緒のやつを使います。マスクをするから今からどうせね、あれなんですけど、え、自分していい、これいいよね、見て、めっちゃ影がいい感じに出てる、デコ出しいい感じだってどうしよう、やだよ、だって眉毛描かないと、描くけどメイク配信なのかな、だっていや、そういうこともないけど普通に、普通かな、なんか準備配信みたいな。でもコメントはちゃんと読みますね。またぼうさんありがとうございます。はやたとチャマーズさんもありがとうございます。チャマーズっていいね。私さ、ファンのさ名称なんてしたっけ、忘れちゃった。またで、初めて、うん、お泊まりしたの初めて一緒に、うん、またしたいね、うん、で昨日の夜クリスマスパーティーみたいなのをしたんですよ。めっちゃ楽しい。でも風船とか使ったんだけど、もう割っちゃったっていうか、もう片付けちゃったんだけど寝るからさ、だけどめっちゃいい感じでしたよ。これ、あ、分かるしといた。
あーマジ、うん、かわいい。今日も寒わかんない、部屋の中にいるからわかんないけど多分寒いんだと思う。でも今日ねミニスカートなんだよね。寒いかな、寒そう。ね、早くね、あれだね、私もお話し会とかしたいな。でもあれ1月だよね、誕生日前日に皆さんに会えるということで、ね、すっごい楽しみ。何ヶ月ぶり、でも画面越しだけどさ、何ヶ月ぶりって感じだよね。スカートは大丈夫？スカート大丈夫だっていつもこれじゃないですか。でもさ、アイドルの衣装ってさ、スカートしかなくない？ほぼスカートじゃない？ズボンの衣装とかもあるけどほぼスカートじゃない？で、またこの間と一緒のファンデーション使います。でも別にファンデーションしなくても今日なんか綺麗な気がするんだよ。化学大社さんありがとうございます。またこの間の同じこの汚いファンデーション、すごいお化粧をしてると大人に見える大人じゃないけど大人に見える。え、でもね、いつぶり、いつだっけ、1月のサガコンサート以来じゃないか。ユニットライブ、あれか、ユニットライブから会ってないから、みんなさんにいつぶり。ユニットライブってし、あれまだ、あ、6月ぐらいだっけ、ユニットライブ。なわけないよね、まだ新学、あ、高校1年生に直前とかだったっけ。あ、なった後だったかな、なった直前だったかな。2月、あ、え、2月、じゃあまだ中学生だったんだ私。幻さんありがとうございます。ライブさんもありがとうございました。2月、え、そうなんだ。あ、だから、あ、だなんか新入生挨拶じゃないやそんな頭良くない。新入生のなんか学校に来てくださいみたいなやつがそこら辺の時期にあって、でもしかしたらコンサートとかいっぱいあって、その時にね予定してたのだから行けないかもと思って、その時はお母さんだけ学校に行くっていうことに学校側と話になってたけど、結果行けたから大丈夫だったんだね。だから2月の後半か、あっという間、1年越しぐらい。すごい、一年はすごい。うほうほほさんありがとうございます。お化粧してても普段のレイちゃんはね、いや全然違う。なんか昨日化粧落とす時に半分ずつ私落としてて、もう昨日シートで落としてて、なんかえ全然違うと思って恥ずかしくて。でもなんか昨日あのドラッグイレブンで買った、あのね、昨日洗顔忘れちゃって、で集合の時間までまだちょっとあったから買いに行ったんですね。でそれで買いに行って、まあ夜にさ洗顔するわけじゃないですか。で夜にお風呂入った時に、洗顔した時になんか顔がさめっちゃ白くなって、その洗顔使ったら。だから今日もねファンデーションね、いつもとなんかノリが違う、全然違う。うん、びっくり。びっくり。でも言って今日は特にどこに行くこともないんですけど、早起き偉い、やった。グランボかわいい、やった、嬉しい。
日本行きたいだってね。今こういうさご時世だからぜひ収まったら来てください。さくらんぼ美味しそう。食べれないよ。眉毛太くなる、太くなるっていうかちょっと足すだけ。でも今一緒にいるお友達すごいお化粧うまいですよ。上手。友達から見たレイちゃんはだって、どんなレイちゃん、レイちゃんだって可愛い、 可愛いだって、嬉しい。でもよく言ってくれます、可愛いって。でも普通になんか学校とかで普通になんかその私アイドルですみたいな出してないっていうか、自分からは言いたくないからあんまり。だから私のことアイドルって思ってる人少ないと思うんですよね。もう知ってる人は知ってるけど、知らない人もいると思う。いやクラスの中でも知らない人もいると思う。うん、言ってない。仲いい子にはなんかやってるって言われて、最初入学の時に、あはいってなって、そっから仲良くなったけど、バック良かったっけ。バックえそこやん。きよしさんありがとうございます。優しいだって、友達優しい。あいや、私リップどこだったっけ。リップ、うん、リップどこやったの。ここら辺とかない。学校でアイドルオーダー出してない、普通の女、普通の女の子してる。だってお化粧とかしてたらダメだし、そもそもだから、あんまり別に知ってる人もいるけど、私はしないけど。忘れた。リップ、うん、使う？使う。グロスならある。あ、グロスじゃダメ？いいよ。このハチに噛まれたグロスをじゃあ貸してあげるね。蓋のところ噛まれて。でもあれどこやったっけ？こちらですね。ハチに噛まれましたグロス。チクチクするその蓋よ。俺のリップ使うなんてやだやだ。だって嬉しいけど今こっちに持ってこれないから、ね、友達とは鹿児島弁では多分なまってるとは思う。なまってると思う。でもやっぱり配信ってなるとなんか気が張っちゃうっていうの。だからあんまり鹿児島なまりみたいな出ないと思うけど、そう、でもお話し会楽しい。アイメイク今からします。じゃあこちらの、あこれこの間も使ったね。科学大佐さんありがとうございます。昨日は、あ昨日お泊まりだから、その昨日も一緒にいたんですけど、昨日はなんかいい曲、うん、いい曲をたくさん教えてもらって、全部お気に入りに入れて、一人でライブ気分を味わってました。いい曲多かったな。曲名は内緒で。お友達はツインテールだ、ショートカットだからツインテールできない。ずっと短いの？どれ？うん。
でも中学校のさ会った時、切った時あったよね一回。うん、いやでももう切らない。切なも伸ばすの？うん。長い方がいいよねやっぱり。でもの伸ばさない方がいいって言われた。え、友達に？うん。見たことないの。私はでも見たことないよ。長いの。でも短いのは短いのが可愛いけど長いのはアレンジがたくさんできるよね。確かに下ろせるしね。友達のお話し会ある。だってトークショーしちゃう。まさかの友達で私ではなく。二人はどのくらい一緒にいる？どのくらいっていうか中3でちょっとでも一緒帰ってたよ、ね、うん、なんか学校帰りとか一緒に帰ってたけど、その三つ子ちゃんだから二人その同じ学校にいて、その子たちとその2人と3人で帰ってたけど、中学校の時はもう一人の子と仲良くて、あ、クラスが違ったんですよ。だからあんまり喋れなかったんだけど、そう、でもなんかその時から仲良くしたいなって思ってたんだよね、うん、思ってたらしくて嬉しかった。そう、でも私本当に中3の時は本当に静かな子だったから静かな子っていうか、なんかあんまり素を出せなくて、まあ、学校に行く時間もなかったから、行く時間っていうかあんまり行けてなかったから、だからだけど、うん、でもなんか本当に男の方、それまで男の方が、まあ、給食とか食べる時ずっとこうやって食べて出してもいいって。だいぶ変わったね。いや、だいぶ変わったっていうか、中3の時はただ猫をかぶってただけなんだけど、だからなんかその中3の時の同じ学校の人とかからしたらさ、すっごい静かなアイドルの子って思われてたのに、今は、まあ、今が素なんですけど、その中3は素じゃないだけなのにそう思われてるんだなと思うと、なんかちょっと悲しくなっちゃう。悲しくはないけど、なんか、え、キャラ変えたのみたいな思ってそうで、ちょっと、まあでもちょっと座ってた時もあったかもしれないけどね。三つ子って似てる？似てないよね、みんな、うん、みんな似てない。でもふとした時 にあ、似てるなって思う時はある。いい、なんで、いいじゃん、みんな何でもできるよ、すごい、いいな。今はパリピ、パリピじゃないか、普通の、普通に喋れる子だよね、うん、パリピではないかな、別に普通くらいかな、普通くらいです。この1年ですごく綺麗になった。あー、でもやっぱりさ、高校になったからっていうのもあるかな。なんか周りの子が普通に可愛くて、やっぱりさ、中学生とかってさ、なんか髪の毛をさ、まあ、どうこうとかよりは普通にまあ学校に行けばそれでいいみたいな考えだったんだけど、私もダイエットとか本当にしたことないくらい、まあアイドルになってからはちょっと体型のこと気にしたりはしたけど、今よりはしてなくて、実際でも中学校に行ったらなんかすっごい可愛い子がたくさんいて、なんか、え、なんか私ってなんかこれでアイドルでいいのみたいな一回思った時があって、それからめっちゃダイエットして、でも自粛期間の時はずっとダイエットしてた。でも今でも夜は炭水化物を抜いたり、飲み物は水にできるだけしたりかな。でも寒い時はココアとか買いに行っちゃうけど、学校で。でもそれも極力しないようにしてるかな。とか、あとできるだけスカートとかを履いて自分の体を鏡で、体っていうか足をたくさん見て、ああまた太いなみたいな思って頑張る気力にしたりとかですかね。まあ足を出すことによって見るから、
静かって感じしない。するでしょ。私でも結構何にも喋らなかったら、なんかそんなキャラって思わなかったと言われること多いですよ、意外に。まあ、メイクをさ学校でしてないからっていうのもあるかもしれないけど、顔があんまり分かんない、薄いから。それマスクしてるしね今は。お互いの第一印象、お互いの第一印象。あ、でもそれ私三つ子っていうこと知らなかったから、なんか最初に、あ、なんかレイちゃんだよねって言ったよね、言われたから、なんで知ってんのこの人と思って、怖っと思って、そうトイレで言われて、怖っと思って、待って、もしかして噂もう流れてんのと思って、で入学してすぐになんかアイドルってすぐバレちゃって、多分その時に私が TikTok をしてて、多分それから来たんだと思うけど、でも今やってないんだけどさ、で、あーバレたかと思って、それからすっごい憂鬱になって、一回一週間くらい行かなかった学校、なんか嫌で。でもそっからは普通にお仕事とかも入ってたから、まあ、行く機会は少なくなって よかったっていうか、まあ、中学校の先生が聞いたらね怒っちゃうかもしれないけど、いい意味でよくて。すぐバレた、もう一瞬でバレたよね、めっちゃ過去バレてた、嫌だった。なんかもうこの時、あ、もう死んだと思って、もうこの学校なんかすぐやめてやると思った、めっちゃ。でもなんか考えてた、なんか家族で一回話、先生とかも家に来て一回ね、なんか一週間ぐらい学校行かなくてさ、行きたくないってなって、それがあってから、で先生とかも学校に来、あ、家に来て、なんかもう3年生のその1年間だけなので、もう活動に熱心になってもらってもいいので、その保健室登校とかでも大丈夫ですって言って、私本当に保健室登校考えてたの、一回だからみんなよりもちょっと遅い時間だから、みんなさちょっと朝に来るじゃん、うん、だからそれの時間を1時間くらいずらして保健室に行こうってずっと思ってたの。でも逆に保健室行った方がなんかネットとかに書き込まれるんじゃないかと思って、戦ったりみんなと。で本当に最初だけでしたよ。でもたまに学校に来た時とかは、何してたのとか言われるけど、そのお仕事とかで学校に行ってない時はね言われてたけど、まあ後々みんなだんだん察してきて、あんまり言わなくなったけど。ライムさんありがとうございます。そうなんかね、広まるの早くてびっくりしちゃった。なんか自分的にあんまり広まりたくなかったんだけど。台湾岩嵐さんありがとうございます。はい、メイク完成。そう、もう悪意は絶対ないと思うんだよ。だってそんなさたくさんいるわけじゃないしね、悪意はないと思うよ絶対。あ、まあしょうがないよね、そういう時もある。もう今は普通に暮らしてるので大丈夫。でもなんかあれ、たまにさ、まあ、お買い物とかいる時にさ、そういう会っちゃったりしたらちょっと、あ、なんでこれ、あ、お互いの第一印象か。ね、なんで私の名前知ってるのって思った最初。痛い。痛い。わ、痛い。なんで知ってるのって思って、で、そしたらなんかそのさ前の中学校の子の名前言ってんの、なんかお姉ちゃんだっけ。だよって言ったから、なんでお姉ちゃんって何と思ってお姉ちゃんって何と思って一人でパニックになってて、でそっからなんか、あ、でその同じクラスの子の三つ子ちゃんがこう説明してくれて、三つ子なんだと思って、一応友達は少なからずいたけど本当に少ない、二人とかだったよ中学校の時。いや本当だった、私中学校の友達2人で、あ、その転校先でね、その転校する前はたくさんいたけど。パープルさんありがとうございます。もう終わったと思った。でも
なんか逆に良かったかも、いてくれて。逆にってか、いてくれて良かったよ。うん、2人いれば十分、本当に十分。1人でもいい。でも1人の場合、1人が休んだら自分がぼっちになるっていうね。でも私が休む方が多かったけど、断然。まあまあ、中学3年生は中学3年生楽しかったけどね。まあいい経験になったよね。どんな音するのそれ。うん、ピーピーって。あ、温めとくね。じゃあ使い終わって、え、どうしよう、髪の毛巻こうかな。みんな今日は何してるの？何してるんですかね。今日は日曜日ですね。日曜日、三つ子ちゃんだと不思議な体験とかある？だって。ん？例えば？ないよ。ない？なんか不思議な体験よ。ないか。うん、生活してて。え、でも服とかはさ、一緒に着る？うん。あ、いいね。え、すごい良くなって、そういうのしてみたいんだよね。ちっちゃい時はみんなお揃い。うん、お揃いだって可愛い。あ、でも写真見たわ。一回なんか。お家行った時に写真見せてくれて、まあ、見たら一緒の服着てると思って。わー、おー、休みなので体調整えてます。だってさっき起きた、一緒だ。早く寝ようかな。髪長くなった。髪切りに行こうかな。ぜひぜひ。なんていうの、髪切るのいいね。で、美容室好きなんでね。あ、トリートメント行かないと。そろそろ。あ、兄弟が怪我したら腰の痛みがとかある？だってないで、ないでしょ、うん、え、でもみんな性格違くない、うん、?3 人面白いもん見てて。わい、待って、私プチゴムなの持ってたよ。これなんだっけ、なんかさ、でも耳が血行良くなるでしょ。いや、あの顔のさ、むくみが取れるやつ。そう、私もそれやるよ、よく。コンサート前とかずっとやってる。ちょっと挑戦。でもね、耳がジバーンってなるよ、取った後。顔なる？いや、わかんないけど、なってるつもりになってる、いつも。ちっちゃくなってるつもりになる。そう、じゃあ皆さんの理想のデート聞かせてください、うん、どこどこに最初に行ってもさ、女の女性の考えとさ、男性の考えで結構違うじゃないですか。これ皆さんはどういう理想のデートがいいんだろう。まあ、私とするとして考えて。いいね、ハッピーさん。いっぱいチョコどこもあるよ。どこやったっけ。どこにやったっけ。めっちゃ湿気出る。あ、マジ。新しいの出しなよ。ここにある。映んない、大丈夫。もうね、ベッドの上がね、クリスマスなのよ。恋人つなぎしたよ。公園でのんびり。ああ、いいね。でそういうのもいいね。そういうのもいい。公園でゆっくりとね、まったりと。ドライブ。遊園地いいね。計画されてない時。ああ、いいね。
いいな、なんか理想のデートたくさんいいね。家で映画、ああいいね。私たちも昨日映画見てて、友達とね見てたんだけど、なんかいつの間にか寝てた、うん、テレビ消してくれた、うん、全部消した。えらい、ありがとう。いつの間にか寝てた。いつ気づいた、私寝てるわって。すぐ気づいた、寝て。めちゃめちゃ鼻息が鼻息最近本当にやばいの。どうしたらいいと思う。めっちゃすごかったね。やだ、鼻息そんな悪かった。うんやば、やばい、鼻息荒くなんない方法とかあんのかな。え、でもさ、本当に荒いの、どうしたらいいと思う。授業中とか絶対荒い。だって最近、昨日さ、この間の金曜日の授業なんだっけ、なんか寝てた。なんか先生がなんか、うん、今日はなんか聞いても聞かなくてもいい、なんか相談会みたいなしてて、電車の時にね。でそれでなんかこれはもう聞いても聞かなくてもいいか、もう自由時間、もうほぼ自習の自由時間のようなもんだから、寝るのもよし、なんか先生に相談するのもよしですみたいな言われて、その日寝たのよ。で、その絶対鼻息荒かったわ。やだ、どんな鼻息でしょ、うん、鼻が詰まってる。え、確かに詰まってた。だって昨日鼻、口開けないと息できなかったもん。いや、鼻呼吸鼻呼吸はいいことです。だってみんな優しいな。片方完成。なんか今日さ、やっぱおかしいな。オイル塗ればどうかな。おはよう、おはまっちょ。あ、でもうちのも、あ、宿題出す、来た？ん？宿題来た？来てない、私もまだ来てない。友達といるの楽しいよ。楽しいから一緒にいるんだよでも私一番遊んでる時間長いと思う。あんまり人と、あんまり、あれ、一人行動が好きだからさ、私あんまり人と遊ぶっていうのはさ、そんなに、ま、遊ぶのは全然いいんだけど、なんか長時間一緒にいるのは、なんか遊んでる最中すごい楽しい、でも夕方になるにつれて、あ、なんかめんどくさいのとかたまになっちゃったりする人なの。でも今一緒にいる人はなんないし、なんないからいいんだけど、だからたくさん遊べるんだけどね。でもね、そういうのなんかね、なんだっけな、この間テレビに見たんだけど、そういう人ってたくさんいるらしくて、その遊んでって自分で楽しいと思ってるのに、なんか夕方になるにつれて疲れちゃうから、うん、そのなんか遊びがめんどくさ、もう今めんどくさいみたいななる人っているらしくて、この間テレビでやってたの、なんていうやつだっけ、そう、一人で行動するの好き。映画も行くし、一人焼肉も行ったし、ラーメンも行ったし、一人温泉もね、行こうと思ったけど寒かったから行けなくて、映画も一人で行けるし、買い物も一人で行けるし、
何でも一人で行っちゃう。そう、多分ね、なんか一人でこうやってさ配信とかで喋るじゃないですか。だから多分一人もいいできると思うんだよね。そう、私さ、あの荒野行動さ最近すっごいハマってて、一人で荒野行動もできる、まあ、一人でってシングル戦なんだけどさ、でもあれなんかさダブルスみたいなやつとかさ4人でマッチングしてやるやつとかもあるじゃないですか。あれってさなんか60秒間ぐらい時間がかかるからね、あれめんどくさいなと思って。でもさあれってさ、もしかしたらファンの方もやってるじゃないですか。知らず知らずにさメンバーと戦ってる可能性もあるってことですよ。だってメンバーでもさ結構荒野行動とか好きな人とか、この間の e スポーツをきっかけに荒野行動とかさ好きになったりしてるメンバーもいるから、なんか知らず知らずのうちにさやってるかもしれないって考えたらすごくないね。すごいよね、そう考えたらすごい。ね、確かにひなこさんとかさめっちゃたくさんやってるイメージがあるから、戦ったことね、ファンの方と知らず知らずのうちにメンバーと対戦したの絶対ね、探せばね一人は5人はいると思う。5人は絶対5人はいると思う。5人はいるでしょ。いや5人という10人ぐらいいるんじゃないかな。あ違う、メンバーがじゃなくてファンの方がメンバーと戦った方が多いよね絶対。レイちゃんが荒野にハマると意外。そう、私も絶対ハマらないと思ってたんだけど、ハマっちゃって夜とか一人でやっちゃうんだよね、土日の夜とか。でももう冬休みが始まるからさ、まだなんだけどあとちょっとで、だからもうこうや一夜漬けとかしてみたいな。マックスさんありがとうございます。ちょっとグリグリしちゃった。結構叫んでます。そう叫んでる、私叫んでないよね。ん、叫んでないよね。うん、でもなんかテンションが高い時でキャーとか言っちゃう。叫んでますか、面白い。確かになんかみんなが知らないさことを友達とか知ってるじゃないですか、一緒にいる時間が長いから。だからもし聞きたいこととかあったら友達に聞いてみてください。待って、荒野行動で鼻息荒くない？待ってそれあるかもしんない待ってそれあるかもしんない。だって荒野行動始めたぐらいから鼻息ママに言われるようになったんだもん。待ってそれあるわ。細くなったの？じゃない？いいじゃん。毛がいい感じですね。あ、そのなんだ、なんていうの、そういうの。メリケット？違うの？毛玉だ。毛玉いい感じに味出してる。友達は誰推し？私推しでしょ。うんハッピーターン、ハッピーになるためにハッピーターン食べます。
なんかいつも服装が私と友達ね合わないよね絶対、うん、なんか似るか似せに行かないと絶対に似ないんですよ。で昨日とか本当になんかカレカノみたいカップルみたいな格好してきちゃってお互い、なんかその友達が彼氏ですよもちろん。なんか私はあのロングスカートに上はニットでマフラーつけてモコモコので、友達はロングコートにズボンにニット着て、もう本当にカレカノなの。もうすごいと思って。そう本当にね会ったこと絶対ない。でも一回めっちゃ似た格好したことがあって、その時はめちゃめちゃいい感じだった。方言が出ない、そうやっぱりショールームだから出ないのかな、やっぱり。いい感じ。いい感じじゃない？いい感じ。耳出した方が好き。ああやっぱりなんかさ、やっぱりファンの方ってさ耳出しとか好き、なんか。とかツインテールとか、なんか最近学校でさ友達が髪の毛をいじいじしてくれて、いじいじっていうのいじってくれて、いろいろな髪型にしてくれるんだけど、この間さそのいじってることは分かったんだけど、分かってるんだけどさもちろん、でもその帰る時にそのずっと髪型で一日いたからさ、帰る時にその髪型をすることは忘れてて、でツインテールで書いちゃったので、帰る時にすっごい恥ずかしかった。なんかこうやって髪の毛こう書いたら、え待って分け目がある、あー2つ目それのままだと思ってめっちゃ恥ずかしかった。びっくりした、もうすっごいびっくりしてた、あツインテールのままだと思って忘れてたと思って。それ1個どこやったっけ、うん、どうする、どこやったっけさっき、さっきのそれでさどこやったっけ、さくらんぼ確かにさくらんぼ、今日はナチュラルメイク、今日はナチュラルメイク。最近トレンドのお菓子は、えトレンドとかあるの。私のトレンドはこちらですね、ハッピーターンです。ハッピーターン、こちらはこんな感じになっておりまして、もうこれを食べれば間違いない
ハッピーターンの粉だけ売ってほしい。まだ すっごいわかる。粉だけ売ってほしい。ハッピーターンの粉だけ売ってほしいは本当に共感だ。本当に美味しいよね。なんでこんな粉なのに美味しいのとか。うん、どっかで売ってるの？売ってるの？粉だけって。うん。前にテレビでやってた。そうなんだ。あ。体の調子、確かにあんまり食べたらね調子悪くなっちゃいそう。あ、そうそう、あ、ここにもあったよ、ほらこれ。開けないし、それ開ける？どっちでもいい。開けようよ。開けたら食べる。食べるでしょ。こちらです、私の好きなやつ。はい、うん、いいよ、一つ。うん、ありがとう。いいですわよ、翔太さん、ありがとうございます。うん、する？うん、どこ行くか気になってる。うん、あ、してる、これしてる？じゃんじゃん食えた。うん、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 女子会覗いてるみたいなんて。女子会っていう女子会じゃない。うん、うん、うん、ついた。うん、うん、うん、つけてくる。うん、うん、どうぞ。ここちょっと来たの。うん、うん、どうしようかな。塗らなくていいっけ？ん？塗らなくていいっけ？うん、下地？綺麗。肌綺麗。ねえ、明日から学校じゃん、やだ。疲れる。疲れちゃう。ショートさん、ありがとうございます。学校頑張る、頑張ります。あの風船とかどうする？風船とか割る？割ったらバーン言う。そのままでいいか。うん、そのまま。清石さん、ありがとうございます。そう、
。私は高校1年生の15歳とか。ありがとう。見て、すごくない？ハート。たくさんあるの。見て、すごくない？こんなにね。これ私が膨らましたの。これでここのここに入れてさ。それで写真撮った。あ、YSA さんハートくれた。やった、ありがとうございます。ちょうどハートたくさんあるよ。スクショしますか。ライムさん、ありがとうございます。あ、またこれ空気抜ける、抜けるかもしれない。うほうほうさん、ありがとうございます。あ、待って、私やっぱ私頭いいわ。こうやってさ、ここからこうやって、ほら、うわ、すごい、うん、引けちゃうね。もうじゃあ1個は残しとくね。うん、なんか赤のハートを見るとなんかバレンタインをって感じ、バレンタインって感じする。なんかさ、街の飾り付けとかもさ、なんかバレンタインって、あ、とかクリスマスとかだね、やっぱり。高谷さん、ありがとうございます。あ、待って、みんなみんな、高谷さんありがとうございます。ライムさんもありがとうございます。嬉しい、みんなハートたくさんくれ。清さんもありがとうございます。ブケニャンさんもありがとうございます。キッチンさん、ハートのなんかたくさんだからこれでいいから、ありがとうございます。ウホウホホさんもありがとうございます。嬉しい。みんなたくさんくれて。清さんもありがとうございます。ライムさん、ペキニャンさん、おはようございます。ありがとう。私何分からしたっけ。いっちゃう、1時間で終わろうかな。ちょうど5分からだから、あと5分だね。みんなさ、ハッピーターンが今日の私の朝ごはん。うん、教えてくれてる。なんかそれで昨日の初めて買った洗顔、安かったから買ったんだけどさ、その洗顔がなんかめちゃめちゃ肌が白くなったって言ったじゃないですか。で、そのすっぴんがね、なんかすごい透明感があって、なんかザすっぴんって感じじゃなくて、なんか
いい感じのすっぴん、なんかまだマシなすっぴんに見えたから、あれはなんか毎日使ったらすごい肌が荒れちゃいそう、逆に。だから1週間に2回とか、月曜日、日曜日、水曜日とかぐらいにしようかなって思いました。ヤーミーさんありがとうございます。おはようございます。麦さんがチームエイトの推しメン、そう言ってくださってて、なんかチームエイトの推しメン YouTube、 ユーナー麦オンチャンネルさんで、なんかチームエイトの推しメンで私を名前を挙げてくださっていて、めちゃめちゃ嬉しくて、ありがとうございます。麦さん嬉しい、そう嬉しいと思いました。でも直接お話ししたことはまだなくて、だからぜひなんかいつか直接お話とかできたらなって思いました。最近おだえりと話してる、おだえりさんとは最近は話してないんですけど、でもちょっと前にインスタの DM とか LINE とかで、 LINE っていうかメール、メールじゃないや、連絡はたまこの間ってちょっと前、少し前に撮りました。そう、いい運動会で釣られたそう、私もいい運動会のスタジオメンバーで、麦さんもスタジオメンバーだったのかな、あでしたでした、でかな、嬉しい、そう嬉しいね、ぜひ仲良くしていただけたら嬉しいなって思います。ここちょっと巻いた方がいいかな、顔の系統が岡田奈々さん、そんな岡田奈々さんなんてもうすっごい美しいじゃないですか、昨日リセント連絡、あ、愛理ちゃんと、あ、そう昨日私愛理ちゃんのさショールームに、たまたまショールームを開いて、そう開いて見てて、で愛理ちゃんがちょうどやってたから毎日アイドルなんだと思ってコメントして、本物なのにさ疑われてたから、本物って書いて、そう思って、でそしたらちゃんと、ちゃんとっていうか、もともとずっとさ連絡は取ってて、そうもともと取ってて、また取りましたまた取ってて、かもともとその日もずっと取ってたからさ、そうそんな感じです。そうこんにちは、確かに疑われるのあるある、でも私も結構メンバーさんとかが結構コメントとかイベントの時とかはたくさんしてくださったり、今でもひだいやさんとかすごいしてくださったりするから、そうだからさ、なんかその時は私も結構、えこれって本当にひだいやさんなのとか、これって本当にメンバーさんなのとかなったりする時はあるけど、そうクリーニング屋さんありがとうございます、そうなるけど、わかるよね、そうコメントの仕方とかさ、クリーニング屋さんありがとうございます、そうやっぱりわかる、もうできなくないよ、え、なんで、なんでそんな病んじゃうのすぐなんえ、お団子昨日できてたじゃん、でもねショートだから難しいよね、愛理ちゃんと仲良くなったきっかけ教えて、あきっかけはでももう前から前々からはなんかあの喋る仲だったんですけど、よくね喋る仲だったんだけど、
でも完全に仲良くなったのは、私が愛理ちゃんが出演してる舞台を見に行って、それからかな、仲良くなったのは。それからかもしれない。多分それからだね。どっちがいい？前髪上げるか。なし。こっち？うん。そう。それで、そう、それでね、ご飯とかも行ったりするようになって、そこから。そこからだね、完全にそこから。かなく。そうです。パープルさん、ありがとうございます。じゃあランキング読みたいと思います。100位から。100位、 W 流星さん、ありがとうございます。88位はコウ112さん、ありがとうございます。48位はたつたけださん、ありがとうございます。47位、 JLO メイラムさん、ありがとうございます。13位、トッポギさん、ありがとうございます。12位、セッキーさん、ありがとうございます。11位、マボレシさん、ありがとうございます。10位、マックスさん、ありがとうございます。9位、ワタボーさん、ありがとうございます。あ、ランキング変わったね。いきます。100位、絵文字の、なんて読むのこの絵文字は、ありがとうございます。88位、カズ埼玉アットユイずっと神吉さん、ありがとうございます。48位は会心ターボさん、ありがとうございます。47位、純太郎さん、ありがとうございます。13位、セッキーさん、ありがとうございます。11位、マックスさん、ありがとうございます。10位、ワタボーさん、ありがとうございます。9位、 YSA73 アット外で16ぐらい気をつけて、ありがとうございます。8位、クリーニング屋アット1月はドボンレイドボンチャマドボンレイチャモンシー大高生さんかな、ありがとうございます。7位、ヤーミさん、ありがとうございます。6位、キヨシさん、ありがとうございます。5位、ウホウホさん、ありがとうございます。4位、ライムさん、ライムアットハートさん、ありがとうございます。3位、パープルさん、ありがとうございます。2位、ハヤトアットチャマーズさん、ありがとうございます。1位は科学大佐さんです。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。じゃあそれでは皆さん、今日もありがとうございました。楽しかったです。朝から急に配信するとか言い出しちゃって、ありがとうございました。皆さん、じゃあ良い日曜日を過ごしてください。それでは4594人の方、ありがとうございました。朝なのに集まってくれてありがとうございました。バイバーイ。